三国峠頂上部三国峠は、北海道上川郡上川町と加藤郡上志保幌町の境にある国道273号の峠。北海道の国道の中で最も高い峠である。大雪山国立公園内にあり、北海道の国道最高点となるところの標高は1139メートルある。周囲は、都道松や映像松の樹海が広がっており、 9月下旬から10月上旬にかけて紅葉景色を楽しむことができる。上川町川1 2キロメートルは連続雨量が1 0 0ミリメートルを超える場合に通行止めとなる特殊通行規制区間になっている。大正期から上川町と上志幌町を結ぶ道路が請願されていて、昭和初期に上川町と上志幌町三股を結ぶ道路の計画が策定され、 北海道議会において請願が採択されたが、太平洋戦争の影響で計画は中止された。戦後に森林資源の開発を目的とした道路計画が再び持ち上がり、1947年にロカか,から三股を結ぶ林道の建設が始まった。さらに、1954年には、ぬかびらダム建設に伴う保障工事によって、ぬかびらロカ間の道路が建設され、 総運橋までの道路建設の必要性が高まった。1956年に、上川、上志保路領町による本格的な調査が行われ、国の第二次道路整備5カ年計画に取り上げられた。1961年に開発道路として指定され、両方向から道路建設が着工された。三国山を貫通する三国トンネルの工事は1964年から、 上川川で始まった。これは、林野町から森林保護を目的に、上しほろ川に建設発生度を排出しないよう、指導されたためである。三国トンネルは1971年に完成した。なお、1969年に、堂々ぬかびら上しほ線、長道総運橋と勝見又線、堂々旭日川大雪山総運橋線、堂々遠がる上川線、 道道門別上川線が統合されて、国道273号に昇格している。開通後も峠の頂上付近には未舗装区間が残り、当期間は通行止めになっていたが、改良、舗装工事が1994年に完成し、通年通行が可能となり、観光道路としての利用が増加した。上川方面は大雪山、大雪ダム、総運橋、 総運京温泉などが、上志ほ方面は、ほろ温泉、ぬかびらダムタウッシュ別川橋梁、ぬかびら温泉などの観光地がある。峠には、レストハウスがあり、立ち寄り休憩スポットとして整備されている。北の大雪湖から三国峠を挟んで、南の上志ほ町、三股までの間の国道七十三号沿いに、人家は一軒もなく、エゾシカや、北き エゾヒグマが生息する大雪山地の原生林が広がる。ありがとうございます。